皆さんこんばんは。今回はポリブリッジをプレイしたいと思います。ではメインメニューからキャンペーンを選びます。デザートウィンズ現場のステージ選択画面です。前回ステージ2の12をクリアしましたので、英語名だとサブタイトルみたいなやつだとランドブレース、意味はよくわかりません。今回はステージ2の3スケジュールをプレイしたいと思います。油圧の説明ですね。スケジュールどういう意味なんでしょうね。予算が2万ドル、あんまり多くないですね。ステージの流れとしては、まず船 A とサーファーの番 A が移動開始して、油圧が1回作動して、次が船が移動と、この上のくるってなってるのね、 A1.1 じゃあここですね。チェックポイントで一旦止まるんですね。 A1 の方のサーファーの番が1回止まって、その間に2回目の油圧作動があって、その後 E のサーファーの番が移動すると、ややこしいですね。実際に動かしてみないとちょっと感じが、イメージがつかめないかもしれないですね。そして何やら接合点が2段構えになってるんですよね。上の段にも接合点が 1,2,3,4 箇所あって、下の段にも接合点が4箇所あるという感じですね。そしてスタート地点は下の段で、ゴール地点も下の段なんですよね。なんだかややこしいですね。どうしましょう、どうしましょうって感じですね。まず道を素直に引いていって、下の段に、どうしても下の段に行かないといけないですよね。これはチェックポイントが下の段にありますから、上の段に行ったらチェックポイント通過できませんので、油圧の分割は真ん中しか選べないかな。真ん中でいいのかな。橋が短いので、あ、でも端っこって切りづらいんですよね。うまく切れないことが、こう切るとしたらここで切るとかもありますよね。いろんなパターンが考えられますね。今回鉄骨がないので、あまり思い切った感じにはできないですよね。しかし油圧は4つという制限がありますね。 1,2,3,4 箇所ってことですかね。どんな落とし穴があるのか、ま、今のところわからないんですが、水平反転して貼り付けて貼り付けて、で油圧はここは届かないですよね。なのでここ
油圧の上がり具合が足りないですかね、これは。これでうまくいくとしたら、意外と単純なステージのような気がしますが、いや、どこかに必ず何か落とし穴があると思うんですよね。まずはやってみましょう、試しに。ちなみにサーファーの盤の重量は 6.5 ポリグラムなので、やや重めなので、これだとちょっと強度が足りないかもしれませんね。では再生速度 50% にしてシミュレーションスタート。ノー、こういう落とし穴ですね。先に上に上げておかないといけないんですね、こっちの端は。上がり具合足りないですか。あ、ギリギリいけますね。大丈夫ですね、上がり具合的には問題なさそうです。なるほどね、スケジュールっていう理由が分かりました。最初にこっち上げておかないといけないってことですね。で、これ今引っかかって止まっちゃってますね、こっちのサーファーの番が。なるほど、話は単純ではありませんでした。なのでどうするかというと、まず削除ですかね、こっちは全部。足を上に上げないといけない、上げた状態で作るっていうのがすごく分かりにくいですよね。10ぐらいにしないとダメでしょうね、きっと。で、これをコピーして水平反転して貼り付けと。これでこれ大丈夫かな。エクスパンド大丈夫ですね。ではこれでやってみましょう、シミュレーションスタート。船の高さは大丈夫なはずです。油圧が動いて、ああ、下がり具合が足りませんね、全然。でもいけるかな、ジャンプで。ああ、壊れますね。これでフェイルドになってしまいますね。下がり方が足りません。どうすればいいのか。はい。難しいですね。ここで折り曲げるようにすると、ギリギリいけないんじゃないかなっていう感じなんですけど。スパンドは50で最大なので、どうするのか。肩跳ね式にするでいいんじゃないですかね。肩跳ね式、
の長さでこっちに1個1スパン2メートル作っておくんですよ。これなら接触しないはずなので、ここに残骸が残ってますね。でここはつなげればいいのかな。ここは高さ約 0.5、 これでいいですかね。あ、これだとダメなんですよ。油圧の場所を変えないと。ここですね。ここは届かないので、ここで、でエクスパンドが50、これでいけるんじゃないでしょうか。ではシミュレーションスタート。通過は問題ないはずです。大丈夫ですね。10% で下まで行けるでしょうか。あ、下がりすぎた。これあとは微調整の話ですね。微調整問題で解決しますよ、これは。45、シミュレーションスタート。下がり具合は、油圧の下がり具合はちょうどよくいったでしょうか。 45% で、若干上ぐらいでもいいですけどね。このぐらいでも大丈夫だと思いますよ。ここの強度が持つかどうかなんですが、ダメ、強度的に無理。さらに微調整していきましょうか。46、シミュレーションスタート。まずギリギリまで微調整でやってみましょう。微調整でどうしようもなくなったら、この辺の強度を上げていきましょう。予算は全然余裕があるんですよ。ダメか、全然足りない感じですよね、ここの強度。ちょっと考え方変えましょう。ここはもう あケーブルも使えるんですね、今回。あんまり必要性感じないんですけど、ロープでいいんじゃないですかね、ここは。ではシミュレーションスタート。ロープで弱いってなったらケーブル使ってみましょうかね。はい、余裕でした。ロープ強いです、やっぱり。もう大丈夫なんじゃないですかね。これ上がる？ここ上がっちゃうんですか。これはちょっと想定外なんですが、これ上がっちゃうんですか。それダメですよね。これはどうすればいいんでしょう。どう
うすればいいんでしょう。ここの油圧の戻りをなくすにはどうすればいいんでしょう。これ難問ですね。意外とすごい単純な問題に見えたんですが、超難問じゃないですか。これ何なんでしょうね。ハイドロリックコントローラー。これを2回目をクリックして、これをどうするのかな。クリックでいいのかな。2回目はこっちは作動しませんという指示ですよね。これがこれ初めて使いましたね。動画では確か見たことあるような気がするんですよね。ポッキーさんが使ってたかな、この辺りを。これでいけるかな。シミュレーションスタート。丈夫です。はい、1台目無事通過しました。そしてスケジュール通り、はい、ここは止まったままですね。正しかったようですね。私が操作した方法はこれでいけます。ハイドロリックコントローラー面白いですね。スクラップメカニックに通じるぐらいの面白さがありますね。問題ないでしょう。余裕でクリアでしょう。クリア。もうすごい成績じゃないですか。これひょっとして予算見てくださいよ。もう一番左のところですよ。すごい、1万を切りました。ランキング初めてじゃないですか。これ初めてじゃないかもしれませんけど、4桁ってもし過去にあったとしてもすごい久しぶりですよ。7048位。そして私の1個上のランクの人はまた数字の名前の人だ。すごいですね。マックスジョイントストレスはもうギリギリを狙いましたからしょうがないんですよ、これで。いや嬉しいですね。予算がもうトップクラスですよ。トップクラスの予算で収めました。気持ちよくクリアできたところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。